皆さん、おはようございます。ティンダーのミラクルボーイ、キングタケです。ニーハーオ。今日はですね、中国の観光客爆買い。実は、それね、2015年、新語・流行語大賞に選ばれたんです。この爆買い、本当に中国の観光客、日本に来日してね、家電量販店、百貨店、ドラッグストア、日本製品をもう買い漁るんです。本当に重くて、すごいんです。中国春節からもう始まって、本当にすごいです。嬉しい一本、買い物客のマナーが問題なんです。ただ現在爆買いブームはもう終わっちゃったんですが、今も中国の観光客増えていますが、ただコロナ禍でも中国の武漢、元はといえば中国武漢がきっかけに残念ながらぐーんと減っちゃったんです。ただ東京オリンピック中国来たんですが、ただ買い物はできないです。新型コロナウイルスの影響もあって、オリンピック、パラリンピック観光はできないです。残念ながら中国人は、はい、本当に残念なお話でございます。というわけで、爆買いの今でした。バイバイ。